では続いて35男です。本業でメンタルやられてから大悟さんに習い、運動、瞑想、読書、食事改善でやっと自分なりに自分のための行動ができるようになりました。本業に不満があるままなのでゲーム実況者で伸びたいです。私は次に何をするべきでしょうか。おすすめの本はないでしょうかってことなんですが、まずゲーム実況者で伸びたいっていうのがなかなかすごいですよね。ゲーム実況者で食えてる人なんかほとんどいないですよ。でもこれみんな面白いんだよね。なんだろう、ゲーム実況とか YouTuber とかちょっと簡単にできるってみんな思ってるんですよ。ではっきり言います、本業に不満があったりとか本業で何かと戦って勝つぐらいのレベルができない人間が競争の激しいトップのところに続けるのは無理です。一発当たって上がることはあってもその後揶揄されたりとか文句を言われたりとか、本業でどういう不満があるのか分かんないですけど、人間関係で本業の問題を抱えてるんでゲーム実況とか YouTuber になりたいって言いますけれども、これはっきり言いますけど、有名になったら見たこともない奴らからボロカス言われるんですよ。それに耐えるのって正直ちっちゃいオフィスの中で顔の知れてる数人に叩かれてメンタル病んでるようなレベルの人間ではまず無理です。これはそうなので、普通にゲーム実況とかじゃなくてもうちょっと手堅いビジネスとか副業とかに行った方がいいと思うんですよ、そういう場合は。でそれがうまくいってからゲーム実況とかだったら分かるんだけど、ゲーム実況をやる人ってすげえコミュニケーション能力ないと無理だよやっぱり。上手、回すのが上手い、もともと内向的なんだけどコミュ力が高いっていう一番最強なコミュニケーション能力って、内向的な人の方が外向的な人より高いんですよ。そういう人間がやるものがゲーム実況であって、ちょっとリスク高いと思うんですけどね。あと今からゲーム実況やっても多分5年ぐらいでゲーム実況とか廃れると思いますよ僕普通に。YouTube もそうだけどね。あ、ごめんなさい、もう一個あとゲーム実況について、はい、ゲーム実況ってね、最初の頃は良かったんですよ。素人がギャーギャー騒いでるだけでなんとかなったんで。でもさ、芸能人とかがさ、これからゲーム実況とか始めたら勝てないよ、普通に。だってプロだもん彼ら、トークの、レベルが違いますよ、レベルが。やっぱり YouTuber とかが伸びれたのは何だと思います？芸能人がやらなかったからですよ、はい。でもっと言うと、プロの編集が入らなかったからです。テレビマンとか、ああいう人たちがやっぱり YouTube に、一番最初に YouTube みたいなものを、テレビが YouTube が伸びる前に始めていたらテレビが勝ってたわけですよ、どう考えたって、それはテレビバカなんだけど。だからもうある程度伸びてきちゃった時点で、素人が勝てる隙っていうのはほとんどないですよ、素人が勝てる唯一の方法は続けられたら勝てるかもしれない。才能がある人間が異常なレベルで続けることができたら成功するかもしれない。でもじゃなかったらもうほとんど無理だと思いますよ。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録もお忘れなく。それではバイバイ。